こんにちは、オクです。お待たせしました、お久しぶりです。ちょっとサボってしまいました。今年もよろしくお願いします。今日は何やっていくかというと、ショートヘアをテーマにやっていきたいと思います。ショートヘアってどうです、どんな印象をお持ちですか？そこまでバッサリ切り抜きがない。もうショートヘアなんて顔がいい人しか似合わない。似合わないじゃないか。私は丸顔だから絶対ダメ。のんのんのんです。ショートヘアっていうのは他の長さよりも人を選ばずに似合うヘアスタイルなんです、実はね。いやでも私失敗したんだけど、おいよくや適当なこと言ってんじゃないよってね、思ったかもしれない。いや、これは事実です。ただね、ショートヘアっていうのは失敗しやすいヘアスタイルでもあるっていうのも覚えておいてほしいんですね。なんで誰でも似合うかっていうのは、ショートヘアっていうのはちょっとの誤差でいろんな雰囲気に寄せることができるんですね。例えばこういうね、可愛いショートでも、これをちょっと襟足が数ミリ伸びただけで、かっこいい雰囲気のね、ショートになるんですね。あとはちょっとこういう風に丸く見せるショートとか、ファイト目に見せるショートとかね、ありますけど、このどちらとももうほんとわずかな違いのカットでしかないんですよ。なのでいろんな顔型の人とか、いろんな顔タイプの人とか、いろんなね、なりたい理想のイメージを持った方に対応できる、これがねショートヘアの強みなんですね。なのでどんな方でも似合うショートはあるんです。ただそのちょっとで雰囲気が変わってしまうがゆえに、まあ、美容師さんの腕前もあるかもしれないけど、自分がやってみたショートヘアが自分にマッチするものとちょっとの誤差で違ってしまったことによって似合わなかった、そんなね失敗が起こりやすいヘアスタイルなんですね。なので今日はそのちょっとを皆さんにめちゃくちゃね理解してもらう動画になってます。この動画を見ると、今ショートの人はもっとこうしたら良くなるんじゃないかとか、この間ショートに切ってなんか失敗しちゃった、しっくりこなかったっていうのも、そこも美容院でちょっと直せばと似合うショートに変わるかもしれない。あとはショートヘアにしたい、切りたいけど勇気が出ない、そんな人のね背中を押してあげて、さらに自分で似合うショートヘアを探すことができる、この動画を見終わればそういう風にねなってますので、ぜひ最後まで見ていってください。じゃあ早速いきましょう。まずね、今日の動画の流れとしては、いろんな長さ形の違うショートヘアをね皆さんに解説していって、それを比べたりとかして、こういうショートはどういう雰囲気を持つのか、どういう特徴メリットを持つのかとか、例えばこういうショートどこをどう変えたらどんな雰囲気になるのか、そんなことを見比べたりしながら皆さんにお伝えしていきます。で最後に、美容院で失敗しないためにオーダー方法だったりとかね、注意点をお伝えしていきます。チャンネル登録してないよっていう方はね、チャンネル登録ボタンありますので、そちらをねポチッと押していただいて、チャンネル登録。じゃあここからね、いろんなショートヘアをご紹介していきたいと思います。いろんな画像を見せていきますけど、ショートの髪型の形によって可愛く見えやすいのかとか、かっこよく見えやすいのかっていうのが変わってきますが、そのお写真のモデルさんの顔は考えないでくださいね。例えばすごくかっこいい顔立ちをしている人がちょっと可愛らしさのあるショートヘアと、可愛らしい顔の方がかっこよくなりやすいショートヘアしたときに、まだ髪型としてはこっちの方がかっこいいショートヘアなんだけど、写真で見たときにね、モデルさんのイメージも含めたときに、可愛い髪型をしてるかっこいい人の写真の方がかっこよく見えちゃってるパターンありますよね。それ見比べて、あ、こっちの方がかっこいいんじゃないって思っちゃダメですからね。なのでモデルさんの顔は一回忘れてください。でまずショートヘアの印象を左右するところで言うと、襟足のスッキリ感とサイドの長さと前髪の有無、これをどう組み合わせるかで印象がガラリと変わってきます。前髪ある方が可愛らしくなりますし、これが長くなればなるほどかっこよくなってきます。でおでこが見えてる方がちょっと大人らしさを出されるので、前髪があっても分けてたりとか、軽くておでこが透けているような前髪の方がまだ前髪のある中では大人っぽくなってきます。襟足はね、軽く見せてスッキリしてる方がかっこよくなりやすいです。ショートっていうのは多少なりともねポコってして、ちょっと襟足のとこがシュッと締まってる、それがショートヘアですけど、すごいスッキリしてて重心が上にあると、横から見た時にね、前が長いと下に下がってるような前下がりな印象になりますよね。前下がりっていうのがこう急であればあるほどかっこよくてシャープな印象になります。よく見るおしゃれなショートヘアで言うとこういう感じですね。このショートを紐解いていきましょう。で前髪がありますね。で前髪があるので可愛らしい印象になりやすいです。ですが襟足がスッキリしてて重心が上の方にあって、束感もあって軽さもある、前の長さの位置的に重心の位置が前下がりに見えるような形のショートヘアです。なので前髪があるから可愛いんだけど、ちょっと前下がりにも見えるから可愛らしすぎない、で束感もあるから爽やかさとかかっこよさも出てくる、でタイトにもなりすぎずにちょっと丸さもあるので、そこはね少し可愛らしさもあるような、で前髪もちょっと軽めなので、前髪がある
ある中ではそこまで可愛らしくなりすぎないようなね前髪なので、まあ全体的に可愛さとかっこよさの中間ぐらいに位置するようなショートヘアですね。で、おしゃれに見えるっていう、まあおしゃれって色の定義がありますけど、僕が思うにかっこよさと可愛らしさのちょうど中間ぐらいっていうのがカジュアルとかナチュラルとか、そんな印象をね持つヘアスタイルで、その中間よりもちょっとかっこよさに振ったでもかっこよくはなりすぎてない、これがまあおしゃれに見えるようなヘアスタイルですね。まあおしゃれって言うとなんかその対義語っておしゃれじゃないっていう意味じゃなくて、なんだろう、ファッショナブルみたいな意味合いのおしゃれ、それがまあかっこよさと可愛さのまあ7対3ぐらいのね感じに位置するのかなって思います。でこのヘアスタイルで言うと、まあ、ちょっとかっこいいよりの可愛らしさもあるヘアスタイルですね。でこういう中間ぐらいに位置するヘアスタイルっていうのは顔タイプとかで見ても、まあ、かっこいい人も可愛い人もどちらもね合わせやすいようなショートヘアですね。なのでこういうショートを基準に考えていくといいかなと思います。でお写真はちょっとインターネットで探してきたお写真になりますので引用元をね書いておきます。で逐一こうスクショしたりとかしといてもらって、で自分がやろうと思ってるショートヘアとどう違うのかって見比べることで、こういうショートよりもちょっと可愛いのかな、かっこいいのかなとか分かってくるようになりますので、そういう活用もねしていただければと思います。でじゃあこのショートヘア、これをもう少しだけ可愛くしてみましょうか。いろんな方法があるんですが、まずはこの軽くてすっきり見える襟足を本当にわずかちょっと襟足に重さを残して、本当にちょっとだけ後ろの重心を下げます。そうするとこんな感じ、どうでしょう、ほとんど変わんないんですけど、少しだけ後ろの重心が下に下がるのと襟足のギザギザ感っていうのが弱まって、ちょっと重さの残る襟足になってます。こうするとさっきのショートよりは少しだけ女の子らしい可愛らしい印象が足されるような感じになります。こっちの方がちょっと可愛い服も着やすいし、カジュアルなお洋服も着やすいかなと思います。なのでまあ顔タイプとかで言うと曲線要素のある顔のタイプさんとか子供顔さんの方でも比較的に合わせやすくなってくるかなと思います。じゃあ一回また戻りまして、これをじゃあ前髪を長くしてみましょう。前髪長くすると少しかっこいい印象になります。それがまあこんな感じですね。例えば同じぐらいのスッキリ感なんだけど、前髪が長くなることでより横から見た時の前下がり感っていうのが強調されて、かっこよさっていうのが足されました。全体的なバランスで見た時には少しねかっこいい印象になります。で襟足もねまあがっつりくびれているっていうわけじゃないので、まあ曲線も残るので、顔タイプとかで言うと曲線が得意なタイプさんとかでバリバリかっこいいヘアスタイルは似合わないけどかっこいい髪型にしたいんだよねっていう人とかにはこういうのがねいいかなと思います。で今度はこれを基準に、これをねさらに襟足をがっつりくびれさせて、もっと後ろは軽くスッキリ見せて、もっとタイトに見せて、丸さを減らして、もっと前下がりに見せる、だからもうかっこいいに全振りしたようなショートヘアで言うとこんな感じ。さっきよりも前下がり感も強くなるし、後ろもスッキリしてますね。こうなってくるともうザかっこいいショートヘアですね。まあこういうショートだと顔タイプで言うところの直線が得意なタイプさんたちですね。クールとかクールカジュアルさんとかね、そういうのが得意なショートヘアになってくるかなと思います。まああとはねかっこいい雰囲気に見せたい人とかにはいいかなと思います。なのでこういうショートにしたいけど自分は可愛らしい雰囲気をお持ちでこういうのが似合わなそうっていう場合は、まあ少しだけ後ろを丸さを出したりとか、ちょっとだけ量を重くして、まあ、丸く見せたりとか、ここまでがっつり前髪長めじゃなくて少しだけ長いんだけどもう少しだけ前髪を短くしたりとかねするといいかなと思います。ではねまたさっきの最初のショートヘアに戻ってもらって、これをしっかりと襟足をね丸くさせていって可愛くさせていきましょうか。で襟足が丸くなって重心が下がると、まあ前もねちょっと長くした方がバランスが良くなってくるので、ここがね重くなればなるほど前はちょっと長くなってきます。こうすると結構ね丸くて可愛らしい雰囲気がね忘れるかと思います。ショートにしたいけど可愛らしい雰囲気は残したいとか、男の子っぽくなっちゃうのが怖いなっていう方とかにはこういうのがねいいかなと思います。まあ顔タイプでいうところの曲線顔さんに当たるようなタイプさんが割とね似合いやすくなってきます。でちなみに顔タイプ診断までやってない人はね、顔タイプ診断の動画あるので、そちらで自分が曲線顔なのか直線顔なのか大人顔なのか子供顔なのかっていうのをねしっかりと知っといてもらえたらいいかなと思います。さらに重くして可愛いに全振りしたようなショートヘアでいうとこんな感じですね。しっかり重さも残って長さもあって丸くなっているようなショートヘア、まあこういうショートヘアだとまあ本当に可愛いっていうのが得意な曲線要素が得意なねタイプさんがいいかなと思います。でただこういうショートヘア、あのショートの中でも長めじゃないですか。で長めのショートヘアでバッサリショートにする時とかちょっと怖いから長くしたい人とかも多いし、まあ一回ショートにした後に今後伸ばしていきたいとかそういう可能性を残していきたいっていう人からしたら、このぐらいの長さに留めておきたいと思う気持ちもあるかと思います。
思いますので、ただこれがどうしてもねこうなると可愛らしいショートヘアになっちゃうので、それが苦手な方とか嫌いな方もいらっしゃると思うので、このぐらいの長さでちょっとかっこよくしたいってなると、例えばできることとしてはちょっと前髪をね長くしましょう。そうすると、まあ、こんな感じですね。ボブに近い印象にはなってくるんですけど、まあ、さっきの後ろの重さとかは近い感じなんだけど、前髪が長いことによって前髪の持つ印象ってすごい強いので、結構ねかっこいい仕上がりになります。こういうのもいいんじゃないかなと思います。でこういうのだと後ろって丸いからなんかボブっぽいなとか、もうちょっとスッキリさせたいけど、スッキリさせるってことは短くなっちゃうので、短くなるのは嫌だけどスッキリは見せたいっていう方とかは、例えばもう少し長くしてあげて段を入れることで後ろがひし形になるんですよ。そうすると長いんだけどスッキリ見せれてるっていうパターンも取れます。でそうスッキリさせることによって、長さのあるショートだけどかっこいい雰囲気、おしゃれな雰囲気、可愛らしすぎない雰囲気っていうのを出す。そうなるとまあこういう感じのショットとか、まあこれはね襟足の長さで言うと今までで一番長いです。ただ前はそこまで長くしてない、でも前髪は長いからかっこいい雰囲気がある。だから前髪はかっこいいで、スッキリしてるからちょっとかっこいい、で前短くて後ろ長いのでスッキリさせてるんだけど前下がりな印象まではいかないですよね。平行ぐらいになってる方が可愛い雰囲気って出やすいので、これもまたねかっこいい要素と可愛い要素が融合してるようなバランスの取れたおしゃれさっていうのが出やすいぐらいのバランス感かなと思います。なので可愛らしくなりすぎたくないし、今後のために長さを残しておきたい、短くするのが怖い、でおしゃれな雰囲気を出したい、そんな方にはねいいかなと思います。顔タイプでいうところもわりかし幅広い、直線からどっちも戻ったようなタイプさんまで似合いやすいようなヘアスタイルになってきます。また最初のショートヘアに戻ってもらって、今度はじゃあもっとスッキリさせていこう、短くしていきましょうってことですね。だからあれ耳隠れるぐらいあったのが耳が出るぐらいとか、耳の上の方までしか隠れないぐらいの長さになってくると、そうすると全体もスッキリタイトになってきてかっこいい雰囲気になっていきやすいです。でまずはさっきの感じの前髪があるショートでもっと後ろをスッキリで、もっと横を短くしていくとこんな感じになってきますね。まあ、スッキリ感も出てタイトになってくるのでかっこいい、いくと変えればちょっと大人っぽくなっていきやすいような感じですね。で今度はねこれを前髪を長くするとこんな感じです。まあかなりかっこいい感じのね印象になるかと思います。後ろがスッキリしていればしているほどどん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 重心は上に上がっていくので、前髪の長さとの対比がどんどん強くなって、前下がり感が強くなってかっこよさっていうのは強くなります。近年はねちょっと流行っているのだと、ちょっとパツッと感をね残したショートヘアっていうのも流行ってて、同じような形で言うとまあこんな感じ、ライン感が出るので前下がり感が強調されたりとか、あと直線的なヘアスタイルになるので、なんかモードさ、そういうのが出たりとかもしますし、顔タイプでいうところの直線タイプさんっていうのにもよりフィットしやすくなってくるようなデザインになってきます。でなんか流行ってておしゃれにも見えるので、こういう前髪のある顔周りとか前下がりのこの横とかのライン感っていうのを出したいのか出したくないのかっていうのもヘアスタイルを探す上で一つ、ね、参考にしてもらってもいいかなと思います。もうさらに短くしましょうか。ベリーショートっていうようなショットですね。例えばねこういう感じですね。このぐらい長さになってくると全体的にタイトになって襟足も締まってきて、可愛らしさを出せる要素っていうのがかなり減ってきますので、まあ、わりかしかっこいいめの雰囲気にしたい人におすすめなんじゃないかなと思います。前髪はあるんだけどもうやっぱり全体として短いので、どうしてもかっこいい雰囲気は良くも悪くも出るかなと思います。でこの長さまで切ると結構ねボーイッシュにしたくないのになっちゃったとか、そういうパターンのね失敗っていうのもよく聞くんですが、一応このお写真だとボーイッシュに寄らないような前髪にそういう工夫がされているんですけども、何が違うかっていうとマッシュっぽい前髪ですね。マッシュっていうのは少しキノコっぽいようなラウンドした前髪顔周りっていうデザインにしてあげると、男らしい男性の髪型っていうのはこうマッシュっぽいデザインにしないんですね。まあ最近はね男性の間で韓国風マッシュとか、まあそういうヘアスタイルデザインがあるんですけど、それはまあ男性らしすぎない中性的な要素を出したい男性が好む、まあ、ヘアデザインなので、まあ女性でも一緒でボーイッシュにならないような前髪の作り方になります。マッシュっていうのが、でこの前髪もそういう風にマッシュになってて、まあこんな感じでちょっとワイドめにちょっとずつ長くなるようにこう丸くねフレームを切り取るように前髪を作ってあげると、このぐらい短くしてもボーイッシュさっていうのを出さずにショートヘアを作ることができるので、美容師さんにオーダーする時とかもボイスになりたくない場合はそういう前髪とかも合わせて考えてあげるといいかなと思います。という感じで、もう僕の想像し得るショートヘアをざっくり分類分けしたら、まあ今ぐらいに収まるんじゃないかなと思います。今日話した内容をね、まあ、全部一つながりだったので本当はねまとめようかなと思ったんですけど、まとまりきらなかったです。
っていうのも本当にやっぱりわずかな誤差でショートヘアの印象が変わってしまうので、僕がまとめたことによって誰かがね美容院で失敗してしまうんじゃないかっていうのも怖かったので、一つながりで、ね、こういうショートヘアをちょっとこうしたらこうなっていきますみたいな感じで紹介したので、まあ、ちょっとね分かりづらかったかなと思いますが、美容師さんがねショートヘアを切る時にも、まあ、なんかそういったことを考えて切ってるはずなので、できるだけそれをね細かく皆様にお伝えしようと言語化した感じです。まあ、一応ね自分の中では全部網羅したつもりなんですけども、分からなかったよって方も多くいらっしゃると思いますので、24時間365日 LINE で髪の悩みについてねメールでお答えしたりとかカウンセリングみたいなこともしますので、分からなかった方は、まあ、概要欄の LINE アットだったりとかコメント欄でね聞いていただければと思います。で、オーダー方法についてなんですけど、美容院でショートヘアを失敗しないためにカウンセリングしてもらう、そういう時の注意点というか方法なんですけど、普通に写真をねいくつか準備してもらえればいいかと思うんですけど、美容院でオーダーする時に大事なことっていうのは、美容師さんが知らないことを伝えてあげるっていうのがすごくね重要だと思います。知らないことって何かっていうと、まずね顔型とか髪質とかそういったものを見極めるのは美容師さんはねプロフェッショナルなので、ある程度ねお伝えしてもらわなくても理解はできるんですけど、ショートだとね特にねどういう雰囲気になりたいのかとか、なぜそうなりたいのかとか、そういったところっていうのは美容師さんはわからないですよね。まあ、そういうところもお伝えしてほしいですし、そのまあお写真をご用意したんだったら、例えばどういう基準でお写真を選んだかっていうのも大事になってきてて、例えば自分に似合うものって美容師さんでない限りはなかなかね分かりづらいとも思うし不安だから、ある程度美容師さんにお任せしたいっていう風に思ったりもねすることもあるかと思います。なのでこの用意した写真は完全にこれにしたいっていうわけじゃないっていうこととか、あとはこの髪型のこの長さのこれっていうよりは、モデルさんも含めたこのお写真の雰囲気が好きでこの写真を準備してきましたとか、そこまで言わないと、この長さにしたくて準備しただけのお写真でも、そのお写真自体は可愛らしいなんか雰囲気のお写真だったとしたら、美容師さんからしたら、あ、この長さにしたいのかななのか、この可愛らしい雰囲気にしたいのかなでちょっと迷ってしまうんですね。で、もちろんそこでね美容師さんが汲み取れなければ、美容師さん側から聞いたりもするかもしれないですけど、美容師さんもね、なんだろう、質問攻めみたいなこともねしたくないんですよ。質問攻めみたいなことをすると、お客さん側からなんかこの美容師何も分かってないじゃないかって思われるんじゃないかって美容師さんがね思ったりもするので、自分の中で解釈をしてしまったりすることもあるんですよ。まあ、それがショートじゃなくて他の長さだったら、髪型の持つ印象っていうのが自分のスタイリングだったりとか、その人の持つ雰囲気とかファッションとかによって左右されるというか、まあそんなに大きな失敗っていうのが起きづらかったりするんですけど、ショートだとそれが大きな失敗につながりかねないので、事細かに自分の情報を開示してあげるっていうのがショートヘアをする上での大事なことになってくるかなと思いますので、そういうところも美容師さんにお伝えしてお話し合いをして、あのヘアスタイルをね決めていただけたらなと思います。という感じで今日の動画以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか？参考になりましたでしょうか？参考になってもらえると嬉しいです。この動画良かったなと思った方はね、チャンネル登録してない方はチャンネル登録をねポチッとしてください。ぜひこれ知りたいよ、あれ知りたいよっていう方はね、もう本当に何でもいいので、ぜひコメント欄、今回の動画の関係なくてもいいのでいただけるとものすごく助かります。なのでそちらもご協力をお願いします。という感じで今日の動画以上になります。また別の動画でお会いしましょう。